こんにちは、ミントです。コロナ禍の中、無事に終了した2021年の F1 開幕戦のバーレーングランプリは、ここ数年で一番盛り上がったかもしれません。日本時間で0時からのスタートとなったため、寝不足の方も多いことでしょう。しかし、明らかにこれまでのメルセデス一強ではないレースだったため、十分楽しめたレースと言えます。このバーレーングランプリでは、ホンダ勢にとって間違いなく素晴らしい結果となったものの、4台全てが思うようにいかなかったため、改めてレースの難しさが分かったような気がします。今回は開幕戦バーレーングランプリのアルファタオリの2人のドライバーについてまとめてみました。全てのアタックをミディアムタイヤで挑み、予選 Q2 を突破しようとしたアルファタオリの2台でしたが、ガスリーが見事に Q3 進出したのに対し、 F1 デビュー戦となった角田裕毅は残念ながら Q2 で敗退してしまいました。最終的にガスリーが予選5番手、角田裕毅が13番手という位置からのスタートとなりました。決勝レースのスタートでは、ガスリーは順当なスタートを切りましたが、角田裕毅は少し出遅れてしまい、17番手あたりを走行するという苦しいレース展開となってしまいました。ガスリーはセーフティーカー明けにマクラーレンと接触し、フロントウィングが脱落してしまい、予定外のピットストップを余儀なくされ、最後尾のミック・シューマッハに30秒前後の差がつき、事実上これでレースが終わったと言えるのです。ガスリーはメルセデスとレッドブル以外では唯一有利なミディアムタイヤでのスタートでしたが、残念ながらその優位性を生かすことなく、最終的にリタイアで開幕戦を終えてしまいました。角田裕毅は徐々に順位を上げ、1回目のピットストップを終えた時点で14番手を走行していました。そして24周目に4度のワールドチャンピオンのベッテルを難なくオーバーテイク、27周目には2度のワールドチャンピオンのアロンソをオーバーテイクしたのです。角田裕毅の持ち味は、誰よりもコーナー手前で深く突っ込めるブレーキングですが、オンボードを見るとマシンの違いはあるものの、元王者のアロンソに対してもブレーキングで優位に立っていたことがわかります。そのため、すべてのオーバーテイクを見ると無理なく抜いているように見えてしまいますが、それは非常に高度なブレーキングのおかげなのです。角田裕毅のラップタイムを見ると、マックスやハミルトンには及ばないものの、時折1分34秒台を連発するなど、タイヤマネージメントの高さも披露していました。しかし、前後を走るドライバーは F1 を数年間戦ってきたドライバーだらけで、なかなか思うように差を詰めることが難しい状況もありました。35周目に2度目のピットストップを終えた角田裕毅は13番手でコースに復帰しました。36周目にベッテル、37周目にラッセル、そして39周目にライコネンと次々とオーバーテイクしていき、入賞圏内の10位まで順位を上げていきました。レース終盤には、前を走るアストンマーティンのストロールのタイヤが限界を迎え、次第にペースが落ちてきました。そして残り数周となった時点で、角田裕毅は見事にストロールを捉え9位になりました。ストロールも意地を見せ、角田裕毅を抜き返すなど、一進一退の9位争いを披露してくれました。最終的にその9位争いを制したのは角田裕毅で、ファイナルラップで見事にストロールを抜き 1.2 秒差をつけ、見事にデビュー戦を9位入賞で終えたのです。これまでの日本人ドライバーのデビュー戦での最高位は、現在ダゾーンの解説で私たちを楽しませてくれている中野慎二さんと、日本人初の F1 フル参戦ドライバーの中島悟さんの7位が最高位ですが、当時は入賞が6位までだったためにポイントを得ることはできませんでした。現在は10位までにポイントが与えられるため、角田裕毅は日本人初となるデビュー戦でのポイントゲットとなったのです。開幕前テスト、予選 Q1 で全体2番手のタイムを叩き出し、一躍有名になった角田裕毅ですが、決勝レースでも冷静なレース運び、クリーンなオーバーテイク、タイヤマネージメントを世界に見せつけた形となりました。もちろん多くの課題もありますが、角田裕毅の適応力の高さは、シーズンが進むにつれ、
驚くような結果に結びつくことができるかもしれませんね。チームメイトのガスリーを倒すこと、日本人初の F1 での優勝、そしてタイトル獲得を目標に掲げる角田裕毅は、レース後こう語っています。今回のレースの自分に対する満足度は 50% といったところ。しかし、子供の頃から憧れていたドライバーたちのレースを楽しむことができた。特にフェルナンド・アロンソをオーバーテイクできたのは嬉しかった。アロンソの近くで何周か走って、コーナーでのタイヤマネージメントを彼から学んだ。そして彼を抜いた後、その走りを真似してみたら、いくつかのコーナーでは前よりうまく走れるようになった。アロンソから学んだことは、今後に向け大きな財産になると思う。終盤にストロールを抜かなかったら、今夜は一晩中眠れないと思ったが、ファイナルラップで抜くことができて本当に良かったです。このように、角田裕毅はチームメイトのガスリーをはじめ、多くのドライバーから様々なことを吸収しているのです。今年の F1 には、ハミルトン、ベッテル、アロンソ、ライコネンとワールドチャンピオンが4人も在籍しています。現実的にハミルトンに近づくことは難しいと思われますが、その他の3人のドライバーとは、今後もレースすることになると思います。チーム力、マシンの戦闘力に差はあるものの、角田裕毅は彼らから多くのものを学ぶことができる環境でもあるのです。日本人ドライバーとしては、見事にデビュー戦で初入賞を決めたものの、負けず嫌いの角田裕毅には、この9位は悔しい結果と言えるでしょう。しかし、F1 での経験が全くない新人ドライバーにとっては、F1 の猛者たちは、あまりにも強すぎるのかもしれません。今後角田裕毅も、彼らと同じように多くの経験を積んでいけば、彼らを圧倒する日がやってくるかもしれないのです。F1 の第2戦は、4月16日に開幕する、イモラでのエミリア・ロマーニャグランプリです。角田裕毅はこのイモラで、2019年型マシーン、そして最新マシーン、AT02 で何度かテスト走行をしているので、すでにコースを熟知していると思われます。そこで今回の予選での失敗、レースでアロンソから学んだことを活かせれば、再び世界を驚かせる結果につながる可能性がありますね。今年も昨年同様、イタリアではイモラとモンツァで、F1 が2回開催されます。イタリアはアルファタウリの母国、つまりホームなので、ここで角田裕毅が驚くような成績を残すことができたら、チームとしてはこれ以上ない喜びとなるでしょう。昨年はガスリーがモンツァで初優勝を成し遂げているので、上位陣に何かあれば表彰台、あわよくば優勝ができる位置で、2人がレースできればいいですね。2021年から始まった角田裕毅の F1 での挑戦は、間違いなく日本人ドライバーにとっての新たな扉を開くことになりそうです。この適応力の速さを見せ続け、成長していけば、もしレッドブルに昇格した場合でも、最強マックスと真っ向勝負できるドライバーになるのではないでしょうか。皆さんは開幕戦の角田裕毅には何点をつけますか？ミントは自身が楽しむレースができていれば100点満点だと思います。吸収力、適応力のすごい角田さんには、いろんなものを吸収してもらって楽しいレースをしてもらいたいなと感じました。それでは次回のオクレアの衝撃を楽しみに。おやすみと。